大阪大学基礎工学部電子物理化学科物性物理化学コースの関山です。このシリーズでは光を真面目に電磁気学的に記述した説明を行います。短縮版で恐縮ですが、光の平面波を数学的に記述して基本的な説明を行います。皆様よろしくお願いいたします。これはほとんど復習ですが、平面波というところで、これでですね、まあ真空中のマクセルの方程式で電荷密度が0、それから電流密度が0でも、こういう電場と磁場でこのような有限の解が出てくると。それから電場と、まあこの辺の関係は必ずしも E と B が直交しているとかですね、E と K が直交しているのも、これはここに代入すれば出てくると。あれ、 E と K 同じのが2つ出てますね。これ B と K のつもりだったんですね。はい、ちょっと修正。B と K で、これはいいんですけど、まあ、これはまあ復習みたいなもんですけれども、実は後々というか、時々、大事になってくるのは、この、まあ、これ SI 単位系で表した時の、電場と磁場ですけれども、まあ、これに例えばローレンツ力かけたときと、こっちに、この E に空論力がかかったときということを考えると、いわゆる空論力とローレンツ力、どっちが大きいですかっていうような問いには、まあ、皆さん割とすぐ答えられるようになっておいてほしいなと思います。はい、それで、適当に、条件を揃えてあげると、Z 方向に進む平面単色波ですね。でこれが、光の電場と磁場っていうのは、まあ、これで与えられますと。でこれっていうのは、まあ、今図に表しておきますが、電場が X 方向に向いていてとするしますと、まあ、磁場は Y 方向に向いていてということになります。これで時間発展どうなりますかって、これ時間発展させたら、まあ、こう動くということになりますから、まあ、Z 方向に動きます。で Z 方向っていうのは波数ベクトルの向きですということになりますと。でまあまあこういう光を使うわけなんですが、これは実はだから波長に関係ない話なんですよね。波長が長かろうが短かろうが、何が言いたいかというと、 X 線も別に可視光も大して変わりませんと、記述としてはね、ということになります。ただまあやっぱり波長がだいぶ短いということはありますので、まあ、それで特有の話が出てくるということはまあまああっていいんですけれども、まあ、こういったものが光ですよと。